皆さん、じゃあ、ただいまより第百五十三回二証検定一級に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレックの土肥でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、ということでございましてですね、えー、皆さんまずはあ本試験、えー、ご次元の方ですね大変お疲れ様でございましたあーまあここに至るまでですね、えー、本当にもう寝る間を惜しんでという形でね、えー、真摯に勉強に向き合っていただいて、まあ、この本試験の方を受けてきていただいたというような状況だと思いますまあ,あ今日はちょっとね回答速報の収録自体が少し押しているというか遅れておりましてあのー、こうアップされるのは月曜日になるのかな月曜日 の、まあ、なるべく早めにアップしたいなとは思ってるんですけども少しお待たせしてしまってね、えー、申し訳ないんですがまあ超速報版ということで、えー、本日本日というか、まあ、皆さんこれご覧やるのは月曜日になっちゃうと思うんですけど実施のですね、えー、本試験に関する、まあ、予定要点をしてですね、えー、超速報版ということで、えー、お時間15分程度を頂戴いたしましてお話の方させていただければというふうに思います。 あまあ、まずですね今回の,あの一級の本試験の問題に関しましてはね、まあ、近年の傾向ある意味踏襲してるといえば踏襲してるところがありましてまあ商業武器分野で工業武器分野あ分けた時にですねまあ,あ工業武器が比較的得点源としやすい問題形成になっているのに対して商業武器会計学の方でね 皆さん方に少しこう考えていただくような論点をお織り交ぜてくるというようなところというのは、まあ、近年のね、えー、ある意味一級のトレンドといえばトレンドになります。まあ、これはもう二級から含めてね、二、えー、級一級っていう形で、えー、近年は。 そういう傾向がまあ、強まっておりますんで、今回もまあ、ある意味、その前例というんですかね。まあ、これを踏襲したような形でのまあ、問題構成というところになっております。まあ、皆さん方もですね。まず、朝一で受けていただくのが商業簿記会計学の領域になりますから。あ、こちらの回答手続きまあ、始めていただいた時にですね。おそらくですけど。 うんまあ、商業武器に関してはね特に抵抗を感じるところはなかったかなっていう気はします。まあ、実際回答手続きを始めると、まあ、いわゆる古典的論点ですよね、えー、こういったものがあ取材されていたりもするんで、まあ、もしかするとちょっと問題慣れしてないことによってですね、えー、対応がしにくかったとかいうところは含まれるかもしれないんですがただ比較的 今日の商業簿記、今回の商業簿記総合に関してはまあ一般論でいうとレベルとしてはまあ極めて標準的なものだと思うのでまあなかなかねもともと商業簿記総合一般総合となりますけどこういう形式の問題に関してはまあ24点ですとか25点満点ですなんていうのはなかなかねどんなレベルの問題だってやっぱり厳しいところはあります。えー、そういう、い、まあ、ある意味、 ず抜けてしまったような高得点を取るというのはもともと商業武器総合難しいんですけども一般論で言うとまあ僕の解いた感覚で言うとやっぱりまあ20点ちょいぐらい、えー、相当程度学習がおすいめ頂いている方であるならば、まあ、20点という壁はね、えー、十分見えてくるのかなという気はするしまあなんだかんだでちょろちょろっとしたミスなんかも生まれやすいということを考えると。 少し弦があったとしてもまあ18点程度の得点というのはね、えー、可能なんじゃないかなというふうには僕は思いました。まあ現実的にはね、あのー、結構まあなんていうのかな資料がごちゃごちゃごちゃっていう形になってるんで読みにくいところもあるし、えー、ものによってはね ああれこうやこれこどうううやったっけったけていうのは結構あったと思うんだよね、まあ、例えばあまあこれ僕の講義中にね、えー、確認板書なんかを含めてね論点としては問題でさせていたてもしておりますけど例えば有形固定産の建物ね、えー、取得原価推定をやってくれとまあいや方程式組んでね、えー、取得原価推定やってくれなんていうですねまあ本当に伝統的というか古典的な。 ああいうのって、まあ、1回2回ねやっぱりあの回答経験があればあさほど難なく対応することができたりはするのかもしれないですけどねちょっと間が空いてしまったりすると意外とね、えー、作業手続き忘れてしまうというところもあったりするんで、まあ、もしかしたら厳しいよ間違えちゃったっていうふうにいるかもしれませんけどもまあ一般論でいうとやっぱああいったところは取ってほしい。 講義書にもお話しましたけどああいう伝統論点っていうのはあやはりねまあ原価償却という非常にえ実務使用頻度の高い論点に関してまあ本来的なその計算概要というのかなあ定額法なら定額法という計算式のまあ計算過程というの各会計数値が導出される過程というものを正確に理解しているかどうかというのを問うというのがあの問題のコンセプトなんですねだからそういった本本当に基本のところをね。 しっかり理解してますかとおいうのを問うという意味からすると僕はああいう問題は古典の問題ではあるけども非常にいい問題だと思うしねまあ今死刑の先生方が盛んにおっしゃっておられる、まあ、実務対応力とおいうことを勘案すると僕はああいうのはいい良問だと思いますよ。あのー、ああいうことをやっぱりね、えー、定型的に原価消却つったらもう,こう、ね、定められた公式に数字代入して計算するだけですだけだったら。 まあぶっっっちゃくな話で何やってんか分かんかかっっことは出せるわけだね,ねそういう観点から言うとやっぱりね視点を切り替えるなじ、ね、みのある論点でありながらも視点を切り替える回答アプローチを切り替えてくださいよっていうような形での問題構成になってるっていうのは受験者に考えさせるということになるんでね、えー、ああいう問題っていうのはねまあ昔からある問題ではあるんだけども僕は両問だと思う。ね、であとはまあね倍価還元法。 まあ売価還元法自体は正直どうかなっていうところはまあ僕はあるんですよあのー、まあ事業中にもお話ししましたけどもともとね雑多な評価方法ではありますんでまあ今回は 売価関業の中でもねいわゆる値下げを除外した原価率まあ昔の表現でいうとこの低価法原価率ですね、えー、これ1本で全ての回答作業をやってくださいっていう話ですから少し見慣れないものとしてはね見本品の交付なんかも含まれていたんで、まあ、そういったイレギュラーな部分が含まれることによって少し回答アプローチ上を混乱を期してしまったという方いらっしゃるかもしれませんけどもただまあ、原価率計算等々の話に関して言えば 作業手続きとしては比較的平易に対応が取れるものだったりするんでねまあそういう意味からするとまあ退職球団の何だろうも含めてですね一般的にはやはり商業募器総合っていうのはそこそこ対応が取れる問題になると思いますあーし、まあ、今回の1級の問題、まあ、高原まで含めて全般わたってですけどね基本的には まあ工業簿記原価計算が攻めとこだることは間違いないんですが商業簿記総合はそれに準じるかないう気がするまあくどいだけどもともと商業簿記総合の特性として24点です25点なんていうのはなかなか出ないですよで出す必要もないしねえー、それはもういらないんですけどもただまあやっぱり一つの目安としての20点ぐらいっていうところは狙えるように頑張っていただくというのが今日の商業簿記総合の。 まあ僕はあ問題の特性なのかなというふうに思いますよ。でまあ全体のね得点状況を勘案して小介高減。まあ 全部ひっくるめてね全体の得点状況を勘案した結果加点対象として商業簿記の問題が選択されるとかっていうのはもしかしたらあるかもしれないけども配点調整上ねただまあ一般論としてその商業簿記を単独で見た時に、えー、あちらをね、まあ、救済的観点からの加点調整をしなきゃいけないでしょうみたいな形の配慮っていうのはまあ一般論でとする必要はないでしょうねと思います。えー、ですからまあ 私どもでもで出させてていいただいてるね、えー、模範解答もそうですし他校さんども同じように出さ,れ、えー、出されていらっしゃいますけどもまあこういったものをお使い頂い,いてね自己採点等をして頂いたときに例えばその10点といういわゆるボーダーラインをですね、えー、ある程度大きく割ってしまってると採点結果で7点8 6点だという状況になってしまってるとちょっと正直厳しいと思います。あのー、それは あ救済的観点からの家電調整っていうのは期待ができない問題だったと思うしね今回はもうちょっと商会は本当に商業武器で勝負をかけてもらわなきゃいけないんであのここでやっぱりどれだけ取れるかいうところだったと思うしねあのー、勝負自体の問題の構成としては、まあ、僕は非常に妥当なレベルだと思います。あのー、見れれれないものももの含まれますでもそれは一級ですででそは級から あ当然そういったものはあって当たり前だしその場でねベースとなる知識を用いて考えながら対応というものをねちょっとやってみようよということをやっぱり試験の先生も求めてらっしゃる問題なので僕ははは今回の商業武器総合についいいては妥当性は高い問題だと思いますねまあこれはもう受験生さんにとっては当然厳しいところもあるかもしれませんけどもまあこれは十分ね対応していただける問題だと思うしまたこういうものは しっかり対応がでできるよううなところまで、えー、学習っていうのは進めななきゃいけないけ今申し上げたそういったね売価還元法の論点もそう、ね、その見本の振り替りの話があったりとかさ、まあ、固定資産取得減価推定があったりとかさいろいろありますけど僕はねああいうふうにやっぱりこう考えさせるような問題になってるとか少しね決まりきったことをやるだけじゃなくてその場その場で自分の持ってる知識を前提に応用転嫁をさせながら問題を解いてくださいよと。 いいいいいうう問問題題が出るととのははね非常に僕はい問題だと思います、まあ、変にね褒め,褒めすぎてもいいことはないんであれなんですけどあの本当に僕はそう思った率直にねで逆に言えばそういった引っ掛け的要素が多いようなところねそれをまあ仮に落としたとしたってね他のところで、まあ、十分商業簿記については点数が取れるはずだしまた取ってもらわなくては困る。 でそういう意味では、まあ、一級商,商業武器ですね一級商業武器のいわゆる一般総合問題に対応ということを考えた時に、まあ、しっかりと学習自体を進めることができてるかどうかというのが今日の商業武器総合では問われているという内容だと思うので皆さん方も、まあ、この後ねとね、えーまあ、結果がどうこうっていうことではなくて当然一級の受験生さんですからやっぱり見直しはすると思います出し、ねまあ、ていただくべきです。 ね,ね、これは別に落ちてるからどうこうとか受かってるからやんなくていいとかそういうことではないんですやっぱ皆さん方は最上位級の受験生さんでいらっしゃって簿記受験生の方々の中の頂点を目指している方々ですからそういうレベルの方々である以上はねやっぱりご自分の知識せっかく固めた知識というものをねね今後は更新の方々にお伝えいただく機会が当然出てくるね、職場で後輩に教える学校で後輩に教える ね、でまたもう今だったらネットなんかでほら SNS なんか何だろうあるでしょでそういったところで僕こういうので今悩んでるんです講師の方々が言ってくること当然ありますよでそういった時には僕は勉強した時にこういうふうにやったよってことでやっぱ教えてあげたいね教えてあげてほしいしねでそういったことを考えるとやっぱこういう問題の見直しは絶対必要でその絶対必要な商業簿記の見直し、ね、これはもうしっかりやってもらいたいんだよね でそうなった時にやっぱりこの問題であれば、まあ、一つの目安として僕はもうちょっと厳しめかもしれないけどやっぱり20点というところは上げたいなと思いますね。で今日の段階でやっぱりそこを超えるというようなところまでなんとか頑張っていただくというところまで持ってっていただけると良かったのかなというふうに思います。まあでもね限られた時間の中で本試験はやっぱり気も使うし気も張るし。 ね、なかなか持ってる実力を出し切るというのは厳しいんですけどもただやっぱりそこは見極めだったと思うんだよね。まあ、というのもこの後ちょっとお話しますけどあの会計学がね今回もやっていただいてお分かりだと思うんだけどこれはもう部分点いいしかでできないんですよもうとてもじゃないけどお今回の会計学の連結はねあのか関東なんんか絶対できません、ねまあ、中にはね例えば公認会計士の受験生さんでいらっしゃって。 もう公認会計士を前提にガン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 連結やっていただいてると、まあ、そういう方でいらっしゃれば、まあ、今日の問題対応できましたほぼほぼ対応できましたっていう人もいるかもしれないけども一般的な一級受験対策という観点からすすするととちょっっこの連結はやっぱ難しすぎますよ、ね、いろんなところにまあトラップといったらなんだけども、まあ、爆弾みたいのが引っ掛けてありますんで全部回答しきろうと思ったらも,もう無理なんだね。 これはもう部分点部分点で拾っていくしかないんですでそうすると会計学ってもう基本のスタンス自体が足切り回避もうはなから足切り回避なんですね、足切り回避だよっていうふうに切り替えて問題解かなきゃいけないってことは足切り回避でいいんだという前提で見極めなきゃいけないから足切り回避であるということは無用に会計学に時間をかけるべきではないんですねだから極力まあ拾えるところを拾うだけ拾ったら もうとっとと商業武器を移っていただいて商業武器の問題こそが一般総合でもあるし見慣れた論点も多い売価還元法の原価率ね通常通りうちのテキストなんかでもやっていただいてる通りさあいわゆる値下げを除外した原価率を用いるただ一本でやればいいだけの話ですから確かに見本の話とか応用は含まれます含まれますけども基本的な売価還元のスタンスが変わるわけではなかったりするんでだそういったところをしっかりとやっぱり攻めるということをまずね回答戦略としてしっかり固めると。 いいうこととが極めて重要だったと思いますねだ今日はもう商業簿記会計学も誰が見たってそうでしょうけどもあの一見してわかるとおりこれはもう勝負の掛けとこは間違いなく商業簿記ですだから商業簿記で取るだけ取る。で会計学に関してはまあ理論問題がねちょっと長めの文章ではありましたけどまあ問題が二問構成しかないんで、えー、まあそれなりに多岐にわたる分野が出てるけどね まあこれはどうかなっていうふうに僕は思ったのが5番のねセグメント情報開示とかってちょっとここまではねまあ当然一級勉強するにあたって知識として持ってた方がいいのかもしれないけども正直ここまでの話を対策としてやってる時間的な余裕はないはずなんだよね。だからまあちょっとなんていうのかなあの少し一級の一般的な過去の出題慣例に基づくとそれをちょっと超えるような。 レベルの問題って言ってて言もいいかなと思えるののが理論問題のまあ5番番それから4番もちょっと厳しいいいだろうねいうねうに思いますよ、まあ概念フレームワークをこんなところまで見てる人はなかなかいないと思うので、まあ、理想で言えば概念フレームワークを全部読み,切りな読み込みなさいって話かもしんないけどねまあ一般的にはやはり計算主体でやっていく日商簿記検定ですからあ理論を重点的にやるとかっていう対策ではないのでねそういったことを考えると、まあ、こういったところまで えー、時間をかけてね用意をするということは一般的にできない話になるんで、まあ、そうすると概念フレームワークセグメント情報会社あたりは、まあ、セグメント情報なんかを実のおやりの方はね、えー、よく知ってる話だったりする可能性は高いですけども、まあ、一般論でで言えば多分厳しいですでそうするともう皆さん方逆に言えばね、えー、説,問文説問文章の123、まあ、ここら辺をしっかりと攻めるという形になると思うんだけど逆に言うとそっちはね そうだなな一般的に手が出やすいいんじゃないですかまあ少しデリバなんかはね言葉としてなかなか最初出ないとかっていうのはもしかしたらあったかもしれないけどもただまあ一般論で言うとやっぱ3番目の説問までっていうのは計算知識を通じて、えー、ご承知ご対応いただけるものでもあるし特に2番3番の文章はこれはちょっと取り切ってもらわないとね純粋に計算知識に基づく回答ですから。 まあ、一般的に受験対策としてこれはやっていただいてるところになると思うんで、まあ、まずそこを取り切りましょうよという話理想論としては123で、まあ、全部取り切るとで極で言うんであるならば「いい」から始まって「へ、え、い、ー」hey、まででしたっけそこまでを取り切るというのがまず前提になると思いますでその後の連結がねもうくどいようですけどこれはねちょっと一級の一般的な取題レベルを まあちょっと軽く凌駕するっていうかああ超えますまあそもそも論として例えばああ子会社株式取得に伴って生じた取得不随費用の取り扱いなんていのは普通なかなかやらないしねでさらに言えば資産負債の自家評価まあこれについても対象自体が典型的な土地とかじゃなくて消規の切算になっちゃってるんだよねだこういったところの取り扱いなんていうのはまあ過去の1級の本試験の傾向からするとないんですよでこれなんかやっぱ会計試験では出ますけど どうだろうな、うんまあ会計試験はそれなりに出題回数があるのでまあ一般的な論点としても出題、えー、ごめんなさい対策ですね取ってるとは思うんですけども一級でででこここまでやることなないいんじゃないですかね、えー、そうするとまあそこら辺の話はまず手が出なくなっちゃうねって話もあるだろうしまあ更にあの子会社場式一部売却等の話も入ってきたりするんでうーんちょっと。 とこれはね回答しきるのはちょっと。 とちょっとっていうところになるなだからもう本当に部分点狙いで一般平位なっていうのかなああ論点と言えるようなところを本当にベーシックな部分をしっかり拾っていくっていう形にもう切り替えしちゃったのが良かったですねあの連結会計に関してはもうこれは皆さん方の学習経験上お分かりでしょうけどある程度当てずっぽうで対応したところでどうにかなるかって言ったらどうにもならないことが多分多いのよでそうなってくると あ,あそうだな,あ、まあ、なんとか頑張って取得関連費用の扱いぐらいはもうもしかしたらねちょっと対応していただくことはできたかなというふうには思うんですけども、まあ、一般的には厳しいんでこれはもう基本的にねなんとかやれるところねなんとかやれるところをしっかり書いていくと。 いいうところになななるんじゃないか債権、まあ、債務総裁であったり密言損益調整棚卸資産関連ね、まあ、こういったものは一応含まれておりますからあそういった部分をやっぱり拾っていくっていうスタンスになるしかないと思うんだよね。で極端な話これぐらいね、あのー、論点として、えー、難易度の高めの問題になってしまうと、まあ、例えば連結ビジネスの資本金とか。 あんまり1級ではなかなか点数来ないと思うんですけどもそういったものも点数ついてる可能性あるしこれね一般論で言うとこんなんできる人いませんのでそうそう1級受験生さんでねでそうなってくるとこれ十分に十分にですけど救済的観点からのあの配点調整まあ、いわゆる下駄はたは下タ吐かしてくれるってやつですねこ,こはありますよ全然。じゃないと足切り属質で合格して全然出ないってことになっちゃいますんであの配点調整はもう絶対と言っていいほど多分入ると思います。 それは救済的観点でねだから一番怖いのはこの問題見た時にもう心が折れてしまって何一つできないって判断しちゃうことですねでも何一つできないなんてことは絶対ないわけですよ。ね、で例えばその今申し上げた売り欠金買い欠金の総裁なんて本当にベーシックな話ですけどもうこんなん書いたってしょうがないやとかっていう諦めを持ってしまうのが一番怖いですねそそれれははご自分だけけけですみんながででででななないいわわすすみんがきからやっぱりそれでもね。 えー、ある意味貪欲にじゃあ埋められるとこ1個でも埋めとこうよという形に考えていただかないと、まあ、当然加点調整も何もできないわけですよ何も書いてないものは。でそうなってしまうとやっぱりちょっとそれはかなりリスクですよね。だからそれがやっぱ一番怖い、あのー。自分だけが分かんないじゃないかなってやっぱ死刑の時ですから当然思うんだけどもそうじゃないんですね。 もう皆さん方はここに至るまでやっぱりしっかり勉強されてきた方なんでその方々が見てですよなんじゃこりゃんじゃこりゃって連チャンってことはもうほとんどみんなそうなはずですよ。でそういう状況下において確実に埋められるところを埋めていこうと、まあ、多くの方でやっていただいたと思うんだけどねあのそのスタンスを維持していただけたかどうかということがこれ極めて重要ですね。でそれでもう部分点を拾っていくしかないです。あとはもうその上で調整が入るという前提で見ていただくんで。 まあ逆に言うとそういう,、ね、もう限られたものしか書けないですけどもそこの部分の対策をまあしっかりと取っていただくということが唯一と言っていいぐらいの戦略だったような気がします。もうこれはかなり厳しいですしたがってまあ会計学は会計学はもう加点調整に配点調整のところにです、ね、期待をしていただくということしかないという問題だったと思います。 ね、だからまあ商会に関して言うと僕の担当する商会に関して言うと商業簿記の方がやっぱり攻めどこだよもうこれは間違いないですねで工業簿記原価計算自体は私は直接解いてないんですよもうこれ、ね、問題解いてすぐやってるんであれなんですけどまあ抗原担当の方の意見をいろいろ聞いてきてで僕も少し問題を見たんですけど公募が非目別。 で,す、ね、で ABC も含むという話ですがまあ ABC なんかは少し範囲として販売費なんかの領域を含んでたりっていうところはありますけどねただこの問題に関しては、まあ、うちの高原担当を言うとこのまあ十分満点も出られると。で、えー、正当率ベースで言うと、まあ、今言った通り満点もありえるけどもまあ目標として据えるんだったら少なくとも85から90じゃないかと。 85%から90%ぐらいの正当率確保はしたいねっていうふうに言ってます。というのもあの問題の特性としてねあの今回のこの論点に関してはあのなんていうのかな公募によくありがちなさ1個つまずいたらもう芋ずり死にもうあともダメになっちゃうみたいなそういう問題ではないと。 いうふうふに言ってるんでまあ仮に一つの論点間違えても他の部分はしっかりと影響を受けずに回答を出せるっていう特性があるというふうに言ってますから、まあ、そういう点を考慮するとね、まあ、多少のミスがあったとしても、まあ、85%から90%ぐらいの得点は確保できるだろうし、まあ、冷静にしっかり対応しきってもらった方であればこれはもう満点もあるんじゃないかと十分狙えるんじゃないかと。 いうふうにはあ判断しているというところでございますんで、まあ本当にもう最近これもう日級もそうですけどね、本当にこの傾向強いんですよね。もう公募で取るだけ取ってもらって商業簿記はカバーっていう前提にしないとね、えー、ダメだっていう傾向があって、そういうのがちょっと顕著に今回は工業簿記なんかで出てるのかな、いうふうに思います。で、原価計算は少しね、まあ工業簿記に比べるとやはり難しめというところはあったみたいですが、ただまあ。 そうは言ってもね論点として出題されてる、えー、直接標準、えー、まあ一般的なと言っていいと思うんですけど予算実績再分析とかね、まあ、これはもう僕も問題見た時にいけんじゃないかなっていう気はしましたけどねただまあちょっとね原画標準とかを,を直接資料として与えてないよとかっていう特性はあるんでうーんまあそこの資料の与え方で少し戸惑っちゃう方はいらっしゃるかもしれないけどもそうね。 そんなにでも推定っちょったってやたらめったら範囲度が難易度が高いというものでもないのでまあこちらをいけるような気はしますしねでもう一問の設備投資の意思決定なんかは、まあ、ちょっとあの税金なんか法人税なんかで少し特殊な論点あるみたいですけどねただ全体として考えればああやはりオーソドックスな問題と言えますよっていう話なのでまあだからやっぱ高言でほんと拾うだけ拾って感じじゃないですか。 ねえこれはね順番的に先に講原だったらねまあ皆さん方気持ちも楽になるかなっていうところはあるんだけど、まあ、僕はあのどうしても商会の担当なので紹介からね、まあ、問題を回答作成をやるわけですがこれはねちょっと今回の試験の会計学が鬼門だよねだもう皆さんがその気持ちを強く持ち続けることができたかどうかじゃないですか。 あの会計学高か,かもう所詮一つの科目の問題で,で計算問題一問しかなくてねでなおかつそれがずる毛で難しいという話があれば、ね、これもうどう考えたって配点調整の対象にはなるだろうということをねもうそこである意味もう割り切ってしまってそこにこだわるんじゃなくてね気持ちを切り替えて商業募金に、まあ、例えばしっかり時間を割くとかでその後の工業募金原価計算気持ち切り替えて。 しっかりね冷静になって問題解いていただくとあこっちで十分カバーできるなというふうに切り替えができればね、えー、うまいこと得点の積み上げっていうのはできたんじゃないかなっていうふうには思うんだけどもまあとは言ってもやっぱ本試験の会場でそういうことになるとねなかなかそれは難しいのでうーんまあ厳しいところもあるかなという気はするんですが。 まあ今回はちょっとやっぱりね連結は鬼門だったような気がします。まあ皆さん方1級の方ですからね直接あれですけど今回あの2級もね連結がまた出てねすごいんだよ本当にもう本当にもう2級の連結ただね僕ちょっと前に連結の2級の問題でず抜けたのが出た時にちょっとあんまり言い過ぎて怒られちゃうんでねあれなんですけどうちの社長にねえーんあれなんですけどあのまあ 別にそんなのはどうでもいいんですがあのー、ちょっとね連結が今回はなんかやたらめったら死刑の先生力入れちゃったね1級もそうだし2級もそう、まあ、でただ2級の場合にはねもうちょっと同じ鉄は含まないようにしてるんだと思うんだけどいや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 いろんなところで文句言われたんであのー、今回の2級とかねまあ皆さん直接関係ない話だけどね12312453、えー、問目連結なんで。 すねえならもう、うん、ぶっちゃけないしねそんなんできなくったってじゃあ他の問題取ればもう80点取れるわけですから十分狙いちゃうんですよ80って、えー。というレベルの問題だったりするんでまあ実際満点は厳しいけどね。 ねえちょっと2級もそんなだしね1級もちょっと今回の連結はやりすぎないような気がするんだよねただまあ1級の場合にはねあのいわゆる絶対評価ではないので、えー、採点上の調整が十分効きますからそこはもう皆さん心配しなくて大丈夫あの今回の会計額はマッチロケじゃなくてね部分点でいいから取っていこうっていう気持ちの切り替えができた方であれば十分加点を受けられる可能性あると思うから変に落ち込む必要はありませんねえー、まあ結果はね もう僕には分かりませんから神のみそ知るという領域のものになってしまうけども変にですかあ今の段階でえ会計学の問題に関して落ち込むとかいう必要は全くない。というかまあ他の論点でね自分の中でミスっちゃったっていうのがあったとしたって落ち込む必要なんかないですよ。あのー、一級のの試験といううはもう最難関ですでの中では当然最上,位級です、ね、最上位級のものを皆さん勉強してるんだから当たり前だけども尊重相談の国家試験より全然難しいんだからね。 でそういうものを皆さん方解いてるんだからそれはね試験終わった後にはい終わりましたはいできましたっていう、まあ、そういう形にはならないやっぱりダメだったかな失敗したなと思って待ってると合格通知が届くっていうのが一級だったりするんですだからあ変にね気落ちしたりとかすることはないまあ気持ちはわかるけどね結果があ届くまでは変に、えー、ネガティブなことを思う必要は全くない。 でその時にまあやれやれっていうのも皆さんには酷だけどまあまずはねここに至るまでちょっとお疲れも溜まってるでしょうからねえー、急にやっぱり寒くもなってきたしねインフルエンザも流行り始めてるから疲れがね溜まってる時に今までは気が張ってるからいいんだけどおこれでね試験終わったりすると一気にね、まあ、ちょっと気持ちも緩むだろうし。 それで体調を崩す人結構多いからさねそうならないようにしてもらうためにまずは23時ねちょっとゆっくり疲れを取ってくださいよでそれができたら今僕が言ったような例えば工業武器原価計算比較的ベーシックと言われる論点だからここの問題の見直しはちゃんとやっとこうよとかで商業武器だけでいいと思います会計学はちょっとね手が出ないと思うので商業武器総合は見直し題材としては決して悪いものではないもう見たくないって気持ちはあると思うそれは分かる分かるけど ね、繰り返すけど皆さんは最上位級の受験生さんなんです。ね、受かった後には母規会計の責任者とししてての基礎的能力を有している方々になるわけです今後はいろんな更進の人たちにやっぱりここまでで得た知識をね伝えてあげてほしいしアドバイスをしてあげてほしい、ねで。そうなれるようにするためにもやっぱりねせっかくやった問題なんだからさ特に商業簿記僕の分野で言うと商業簿記は悪い問題じゃないですよ。 ねえー、だそういう意味ではしっかり見直しをする、ねまあ、悔しい思いもあるかもしれないけどもその悔しい思いをね二度と同じ気持ちにならないようにするため合格してるとかしてない関係ないんですここでミスったっていうのがあるんだったらばあこういうものはこういう見方もあるんだこういう問い方もあるんだこういうことは実務であり得るんだいうことを前提に見とけばそれは決して無駄にはならないですよ皆さんの血となり肉となり。 ねえまさにこれから皆さん方がいろんなことで、まあ、会計だけじゃないかもしれないけども会計分野の関する知識が求められた時の意思絶対になるからね,ね,ねえそういうものとしてぜひ前向きに捉えてねやっていただけるとおよろしいんじゃないかと思います。はいちちょっっっと長くなっちゃったけどね、えー、以上で 今回のお一級本試験に関する、えー、回答速報終わりですあ,あとね、えー、いつものご案内ですけど、まああのー、同じホームページの私どものレックのホームページの方でですね、えー、回答速報打ち出しておりますんで。 まあそちらの方もよろしければご確認いただきたいんですが、そちらにつけてある配点というのは完全に私どもの予想です。まあ、生きる事件生さんですからお分かりでしょうけどね。えー、だからもう自己サイトの結果というのはあくまでも参考ですよ。まあ、工藤だけど今回おそらく会計学は調整入ると思いますからね。ね、えー。そういう前提で資料の方はご活用ください。はい、以上をもちまして、本日の回答速は終了です。皆さんお疲れ様でございました。